ごちそうさまですごちそうさまですさあ、本日もスユ、はい、さんよろしくお願いします、はいはい、はい、どうぞよろしくお願い申し上げます何、面接ですか <laughs> いや、なんかさ、はい、あの最初なんか気合い入れなって思ってさあ,<ー>あの慌ててなんか準備してんけど出てこーへんかったそうそう間に合わなかった <laughs> 間に合わない <laughs> よろしくお願いします。暑い中ね。暑いわ。今日半袖。暑いわ。半袖。半袖短パン。パンなの？いや短パンではない。そうですか。でも重ね着はしてる最近。どういうこと？あのなんていうの？例えば今 T シャツこれ一枚着てるやん。T シャツ一枚と肌着の間にもう一個肌着を仕込んで。仕込んで。うんそうそうそう。だから今重ね着三枚。なんかその方がなんて言ったらいいかな涼しい。 逆にいっぱい来てるる方が涼しいんでんかちょっと理論は分からへんねんけどちょっと聞かなきゃよかったですけど今日はですねスーさんがこれまあいろんなね作品を見てきたと思うんですけどそうね広く浅く浅い感じでじゃあその人生にね影響を与えた作品というのをちょっと全部教えてもらおうかなと思って生まれてからやばな そうなんですよ。いや持ってる以上に空っぽやで。あの教えてたけどな最近ね今おすすめの作品はちょっと前回ねお話伺ったので、はい今日はね。そう最後三リオの話。今しかしてへんけどまあまあええよな。はい。というので今日はねそのまあ本当にこの。はい。 影響与えたもの、はい、教えてもらいたいなと思うんですけど、わかりました。そうね、えっとね、あのね、それさっき聞いて、でとりあえずパって思い浮かぶのを、ちゃ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 ってさっきメモ取ってんやん。で順番に行くな。えっとまずネットフリックス。ネットフリックス。ネットフリックスはストレンジャー・シングス。どういうわけ方やん、そのメモ。 <laughs> なんか、なんかある<ン>みたいな。うん、タタ <laughs> たた。ね、な<で>、はい、でも、さ、やっぱり最初に思い浮かぶってさ。うん、うん、結構、あの、影響受けてるんやろうから。う,なうん。影響っていうか、なんていうか、めっちゃ面白いよな。うん。見,た見てない,たいな。怖いでしょ <laughs> あ、怖いかな。怖いの苦手なんですよ。あ、怖いの苦手。暗闇ダメ。ダメ。ああ、んなあかんわ。びっくりするのダメだかああ、そっかそっか。ちょっとホラー味あるもんな。あるでしょあれ。うんうん。怖そうやん。怖い。いでも私初めてそのストレンジャー・シングスを見て、あのグッズを買った。何？そのなんて言ったらいいかな。その世界観のグッズ。ええ、なに。T シャツ買ったなんか。T シャツ。うんうんうん。主人公四人ぐらいの。わあってやってる。 だっさいう世界のセレブが着てるで, <laughs> で同じようなそれ,それじゃシングスの T シャツやあれみたいな。なんていうかあのグッズとかあんま変わんねんけど。うん 買っっってしまたたなんかそれぐらい確かに作品のグッズってあんま買わなかったりするもんなるほどなるほどそうそう買う派と買えへん派って言ってるやん割と買えへん派やってんけど買ってしまったなんか欲しすぎて良すぎてよすぎてかその80年代の空気感80年代のことよう知らんけどなんかその当時のその作品内で着てたり誰か主人公が持ってるグッズ欲しくなるっていうのはなんとなくわかるんやけどそっちじゃないんやつを そう。私はストレンジャー・シングスの T シャツを着ています。好きです。好きですっていう。初めて。なるほど。まあまあまあ。びっくりした。確かに。キャラクターね。まあ僕も今日キャラの T シャツ着てるなんとも言えないですけど。はい。おおくえ。おおくえ。ありがとうございます。はい。というね。な。おしゃれなミッキーやな。おしゃれなミッキーだな。うんうへえ。すごいなミッキー。いろいろ仕事するな。これこれ知らん。これなんやろ。マチ。 あ、じゃあこれお花畑ぼやっとした感じ森やな森やな森の T シャツ着てましたええね、T シャツ何着てるかはええねネットフリックスがストレンジャーシングスとで、次な、ラジオラジオラジオクリーピーナッツのオールナイトニッポン、ゼロ終わりましたよね終わった、あの音楽活動に集中したいということでね すぐさ、ビリケンって曲出してさ爆撃やって思っとったらさブリンバンバンボンいやなんかほんまに漫画やんなそのの音楽に集中したいからって言ってラジオやめてでもう世界に出て飛び出していって一気にすごい人気というかすごいんねうんそうだからそれがそのタイミングやったんや やめて曲たうんで「c でクリーピーナッツの『オールナイトニッポンゼロはそもそも『オールナイトニッポン』の『オードリーの『オールナイトニッポン』にゲストで何回かこう喋ったりとかしてで単発で特別番組みたいなんでちょいちょい出さしてもらってたみたいなその頃まだインディーズかなメジャーデビューしてたんかななんかそれぐらいのタイミングで「で面白いから」って言って「オールナイトニッポン」っていう大体深夜の1時から3時まで。 ずっと伝統的に続いてる人気者がやってる帯名その後ろでネクストブレイクみたいな人たちが担当する枠にクリピーナッツが入ってそこからどんどん売れていってだからなんかね僕も最初の印象がアーティストの曲よりもそっちのラジオやったっていう印象の兄さんたいで まあぶん聞いたことないですけど。聞いて聞いて。聞いて。<laughs> 聞き方はちょっとっ、ね、あのなんかでも過去の配信全部聞けるサブフックスとかもあったと思う。うん,うんうん。まあ YouTube 行ったらちょっと違法動画転がってるけど。<laughs> <laughs> 聞いたことないってほどではないけど、うんうん、あでもな,ないかもしれないうん、うん、ちゃんと。だから熱心にラジオを聞いたんはそれが初めてで。 ああラジオって面白いなあって。あそうなんですね。うんうん。いやそれまでもちょこちょこ聞いてはいてんけど、AM というよりも FM ね。あ音楽。音楽、音楽でっていう感じ。そうそう常に移動中は流してって感じで。うん。そうそうだから AM ラジオでそのしっかり喋ってるのを聞くっていうのはあんまなかったんけど。なるほどなるほど。ラジオ好きなんですね。ラジオすそうその辺から2018年ぐらいからラジオハマって好きになって。ああ。 僕松田が通りめちゃ好きなんですよ。たまにやってたよな。俺本それしか聞いてないです。レアやな逆に。そうだ。の話してたな。そうなんか有業の話してる陽気な兄ちゃんで。なかなか良かった。が一番。なピンチヒッターでなやってたよな。そうですよね。須田マサの。そう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 。 だからラジオがそれでなんていうかな新しいこんなエンタメがあるんだと思った<ー>今のあれ面白いで都築博樹の「桜橋9一9とかじ<ー>っちゃローカルやねんけど知ってるよ <laughs> 知ってる知ってるよなんか何かでにやってるっていうのをうううんうん、うん。いや。 言ってるテレビテレビで見たあの大阪のやつやけど東京で撮ってるみたいなそうそうそうめっちゃ怪しいとこで撮ってるとか言ってあれ結構面白いかなはいはいはい温泉通すんですねうんそうやねんなんかあのラジオも結構面白いなってう。あの何家事しながら聞けるしなテレビとかやったら映像やったら映像見ないとさついてかかるけどあのラジオやったらその耳にイヤホン ワイヤレスイヤホンつけてたら、うんうん、その家事しながらも聞けるから。まあ今これ聞いてる人は多分その状態 <laughs>。お前、ごめん、ごめんごめん、何を何を偉そうに言ってるな。<laughs> みんな知ってるわ、分かってる。どっか知ってる人たちか。うん、そのつもり、それで聴いとるわ。あ<ー>、ね、あ、お前はい。ああ、お前さすが賢いの人たちやわ。賢いとかではないんですよ。<laughs> あ、そう。はい。まあでもその時間がね。 あの、そう、そうですよね。わかりますよ。なんか。いいよね。いいと思う。クリーピーナッツのラジオはすごく面白かった。そう。あと佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロとかも。結構。なんか佐久間さんのこと、を佐久間宣行って。あんま聞いたことない。え、名前合ってたかな。これも話して。なんか。 あの人はさ、なんかこうタレントさんじゃないからさ。なんか一般人もさ、さん付けで呼んでること多くない。確かに。佐久間さん。やな。佐久間さんってなんとなく言うやん。チャートラジオの名前を。タイトルを言ったから。タイトルを言ったから。普段から佐久間の呼び。これ強み筋さんで、フルネームで。

えぐいね。な、すごいな。体壊せんか心配ね。うん。前な。な、すごいわ。すごいすごい。だから録音とかじゃないんでしょ。うん。たまに録音の時も多分どうしても収録収録で朝早い時はみたいなんで、は録音で撮ってはるけど。そう面白いあれそれも面白いな。あのあれよあれで聴けるわ。Spotify のポッドキャストで聴ける。佐久間の植木のオールナイトニッポンでは。かった。言わなくて。 そうなんですね。うん、そうそう時間つぶしにいいかも。なんかゲストのなんが芸人さんで、はい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 。まあっていう会を結構何回か聞いたことあると思います。一人でやってる通常会は聞いたことないですああ本当。ゲスト会いいよね。結構さテレビでは言えへんとこ深掘りしていくあそうですよね。そのお笑いのそのなんていうのかな根っこの部分。 いや、分からへんけどさこう、な玉ねぎでいうところをさこうむわって皮むかれてさトゥルトゥルの真っ白なところいやそうは思ってないよって聞いてるけどほんま結構深掘りするなっていつもそう深掘りするでいいやんもあそっかそっか玉ねぎで言われても分からんわどんどん剥いていったらさどんどんいへん別に普段。ゃうやろ何でお前玉ねぎむいとんね根っこまで。 その、まずそれがないからさ。そやな。確かに。でも、玉ねぎって全部むいたら、最後何なのやろ。なんもなくない。なんもないか。芯やろ。芯か。食うてるしね。だから、その芯のところが聞けるのが面白い。っていう話うだから、もう分かってる、そかった。ごめん。ごめん。次いくわ。次いくわ。さっきメモったやつ、次いくわ。はい、お願いします。えっと次、映画。 映画、映画、えっと宮崎駿、脚本、監督、作品って書いてある。どれやねん。多いやろ。えだってナウシカ、ラピュタ、もののけ、で最近に言ったら何や、君たちはどう生きるかって。全部見たの。お、見た見た見た。うん。あ、おお。あのただ君たちはどう生きるかに関してはちょっと大分置いていかれた。置いてかれた。置いてかれた。全然分かんない。 宮崎全然分からへん何か誰かが言っててんけど X であのほうなって思ったんが今まで私たちが見てた宮崎駿の脚本監督作品はカルピスカルピスやとで「君たちはどう生きるか」はカルピスの原液濃すぎて飲めないいや、や飲め無理したら飲めるけど飲みたくないやんだから水で薄めてくれてんねん くれてんねんってか、他の。仕事やろそういう。今まで見てたやつ。大概そうや、ろそれで言ったら、もう。まあ、せやねんけど。お金にならないといけないからね。だから、その。君たちはどう生きるかだけに関しては、ちょっと、あの。まあ、あんま薄めずにや。全然わからへんかったけど。なるほど。いや、千と千尋が僕一番わからなかったな。あ君たちはどう生きるか、なんかもう。別そんなにわからないことはないけど。うん、いや、わ、うからん、基本わからんで。だってさ。なんかわかる。 かるタイプの作品をずっとやってきてて見てて千と千代で急に分からんくなって俺はあの印象があるから僕それより見てなかったんですけどその印象があるからその試みで君たちをどういうふに見たら別にこれぐらいのね飛ばし方はしてくれやろなと思ってたからめっちゃインコ出てきたよなそこはだいぶ加点ポイントやったで私からしたらめっちゃインコ出てくるインコインコインコカラフルなインコ いいインコなんかあるインコいっぱい出てきたよ出てきてたねあれはすごく良かった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 私だからハマりすぎてそれこそ DVD は持ってるし何年か前にリバイバル上映されてたやつ見に行ったナウシカとか「もののけ姫」とか映画館でジブリが好きなわけではないジブリは全然好きやけどでもハマるのはやっぱり宮崎駿脚本監督作い。他に何があるの か、宮崎さん以外のやつでいうと。平成狸合戦ポンポコ。ああ、ポンポコとかもそうやし、ううのあ,あの、海が聞こえる。風が、<ー>うん、とか、はい、なんか、あの、なに、猫の恩返しとか。猫、はいはい、はい。そうん。そう、そう、そう、な、どれかは、なんか、監督だけしてた。とか、かもしれへんけど。<ー>だから、あのー、なに。 魔女の宅急便とかは、ははあれ監督作品で脚本違う原作があるから原作があるけどでもそれの脚本も書いてたっけなちょっと曖昧、ごめん好きとか言っといて曖昧やけどだから「ラピュタ」とか「ナウシカ」とか「もののけ姫」とかあの辺のその、もうめちゃめちゃ宮崎駿の感じ「ポニョとかは好きもののけ姫がめちゃめちゃ面白かったな面白かっただって私好きすぎてさ屋久島行ってん 屋久、えー、島の、あのーうん、苔むす森って言って昔もののけの森って名前やってんけど商標権かなんかの影響で、うん、あの苔むす森って名前が変わってんけど山奥世界遺産登録されてるようなとこの山奥が苔。 すごい雨降るから屋久島って苔がぶわってどこ見ても苔みたいなそ苔もんかキラキラしてうるうるしてて綺麗なな苔にあまり見ない草花たち草花。そう。でもほんまに「おととぬしおるんかちゃう」みたいな景色ぐらいのうん、すごい良かった私国内旅行ランキング1位かも屋久島。 屋久島に横て。うん、泊まりは泊まるのどこに泊まるの。泊まりは、え、ホテルあるよ、いっぱい。あ,あ,るんやあるある。屋久島って人住んでない,んじゃないで。住ん,で住んでる、住んでる。うん、その屋久島の丸い島の周りに人住んでる。丸い島の周りに住んでる。<laughs> ま島丸やん。うん、で、この丸のこの外の円のところに人いっぱい住んでて、で、あと中全部山やね。

感じもいいもんね。もうオープニングがめっちゃ好きでさ、あの橋たかさんがさ、こう村を出ていくのや。かくまさんにはさん付け生演奏に。橋たかなんかさまやで。橋たかひこか橋たかひこがさ、村を出ていくときに、ヤクルノってな出て行ってねだらららつって、もののけ姫でバーンって字が出ねえ、タイトル出ねえけど号泣。早帰れ。 <laughs> いやほんま久石ジョやばいマジで <laughs> もう泣くんか何も、うん、何もな何もってんやんまだ、うん、もうとにかく久石ジョがすごいっていう話ですよ久石ジョいいよね久石ジョはもう憧れの存在憧、うん、れベートーベンはロックだっつって言ってはったりあそうなんや、うん、すごいよね時だから被災死の時曲しか、うん もともとミニマル音楽っていうのをやってはったかなんか知ってる ?NHK で特集してたで年末年始のいっちゃい時にミニマル音楽って言って同じ音をずっと繰り返すみたいな音楽をずっとやっててそこから広がっていってそのルーツが僕にはあるって言ってた。 そうなんか揺れたでいろいろいやヒサイ市場の音楽いいよねあそれで言ったらほんまにあのメモには入ってないけどあの影響を受けてると思う久サイ市場に一回一回でもいいからコンサート行きたいねうんもうそもそも公演も海外でずっと公演してあったしさヒサ市場の曲はいいと思うんやけど別にコンサート行ったって何ができるのえ生の生テットしても優秀なのあの指揮してあるやろ指揮者あそうなんやうんうん。 ピアノをくし本人が指揮したから良くなるってわけでもないんじゃんうん、でもなあるやん生の音楽の体験そうなんや、なるほどなうん、やっぱ重さがなってだって音ってやっぱりこうビヨーンってこう見えない見えない波動やんうん波動を浴びたい浴びたい生でうん波動受けたい波動受けたいそうかなるほどなるほど音楽さ、僕今はめっちゃ好きで聞くんですけど昔歌詞がさ、あの聞くのは苦手やったあー、わかるわかるなんか 頭おかしくなるわ人の話ずっと聞いてたらと思ってで音楽だけのものが好きやって被災市場だけがあの俺の音楽やっていやでも正解やろ俺の中の音楽が被災死状だけやって純度めっちゃ高い全部被災死状やった入ってるほどなるほどなるほどいやいいですよねいいよねいいよねあとあれや ブルージャイアントっていう映画それこそ音楽つながりでいくと見た見たよしそれこっちが多分ん進めてやな確かにんか見に行ってめっちゃ良かったっていうのを私が聞いてその次の次の日ぐらいに見に行ってめっちゃ良かったっつってバレた教えてもらったやっためっちゃ良かったなあれ私映画館で泣いたランキング1位かも俺も原作読んでなかったんですよ一緒一緒一緒 めっちゃおも面白かったねだから「ブルージャイアント」もこの間配信始まったしえそうなん始まったね、トリックでうん配信始まったから映画をぜひ見てもらいたいねあっ映画がそう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 面白かったあれ面白かった去年はねすごかった去年やっけ今年忘れたなええ2年ぐらい前じゃないそんな前じゃないそんな前じゃないかでもめっちゃ良かった「スラムダンクも良かったですけどねああ私2回見たし1回あれやであの 何あのあるやんめっちゃでっかい映画館ああはいはいはいえっとなんか日本で三つぐらいしかないはいはいドドルビーじゃないけどもっとすごいやつねうん名前はこれなんか車の名前みたいな車レクサスかなんかあるやんあの六階建てのビルの大きさのあそんなんだっけうんうんどこ場所場所はあの大阪のエキスポシティっていう万博の公園のところわかるわかるうんあそこめちゃめちゃでっかい映画館エキスポの中の そう確かに何かあるよね日本にあかしかないやつそう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 あんねあんねでしかも1回3200円ぐらいするめっちゃ高いアイマックスアイマックスアイマックス車んやねアイマックスで見に行ったうんっちゃよかったなそれで言ったらあれやな生涯影響受けたかもしれへんなんか部活って感じやんそうやなあれよかったよかったよかったわしあれあの 単行本のみならず完全版のあの大きい大きい本のやつ全十七巻ぐらいのやつもあのコンプリートああはいはいはい単行本も持ってね単行本もあるしあの普通のサイズのなうんそれもあるよ三十一巻ぐらいのやつうん三十巻ぐらいのやつもあるしもう一回り大きいやつ知ってるって家にあるうんうんそれそれ両方あるわかるわかるうちもあるよあいっしゃった なほんまに、なんか、あの、よく言うやん、スラムダンク見てないのは人生損してるみたいな。いや、よく言う。なんか、な、これ見てないと、人生損するとか言ってくるやつおるやん。俺な。んやねんって思うねんけど。なんか、スラムダンクばっかりは、まあ、確かにそうかもしれんって、ちょっと思った。ああ、そうかな。まあ、確かにそうかもね。うん、まあ、それ出た配給もいいよね。配んだことないですね。よん、い、いれ、配給。うん。ええの。うん、いい、なんか、あの。 基本的にスラムダンクになぞってる感じ競技はバレーボールやけどなぞってるのこれあんまよくなぞそうやななんていうの頑張る主人公とエリートのコンビみたいなそうそうそういいねすごくそうそそそうううやねんていうのかなリアル結構へえこんな技あるかいみたいな感じじゃないからそれは人気でなそうやなだからハイキューと何 スラムダンクはさ、うん、<laughs> 漫画の今ドリブルしてたのよ、ドリブルドリブルドスラムダンクでドリブルのイメージない。あほんま、シミこそドリブルそんな1キロ未満で。あそうね。それだりょうたがね。うん。そうですね。そやな。なるほど。うんスポーツ漫画でったそんな感じやな。本音な次な。本音次な。あこれ舞台。 舞台、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 劇団式のライオンキング。嘘つけ。いや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 、行った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 。行った会社のこと一緒にちょっと気になってつって、私も気になってる。今やってるでっつって、行こうかっつって、あめっちゃ良かった。良かった。行っちゃ行った行ったことない。行って行ってなんか一回は行ったらいいと思う。確かにね、行けなと。なんか言われていたけど、あ本当。俺ほんまにそう。なんていうのあの。 シンバ、ライオンの赤ちゃんが生まれたときに、みんな演者の人がさ、通路通路とか埋めてさ、ワシャワシャしちゃんや。全然伝わらなん奈良この人の説明の下手さ。何言うてんの？あの、ど動物たちがな、その舞台の上にとどまらずな、あの観客席の間の通路あるやん。あそこにも来て、あそうなんや。客席まで客席まで来るんで。なんで消毒ね。 乗るって観客は見てるけどなその舞台と連動して一緒にこうワーってなんかすっごい感動するなんかびっくりした舞台で泣きそうになった泣きは泣いたそう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 もう圧倒されてさもう泣くのも忘れるけどなんかもうすっごい込み上げたよかったであとあれや「心配なさー」ってあるやんあれがさあれがさ思ってないタイミングで急に来るから。 それだけ注意ん、うん、笑ってまうと笑ってうねんけど <laughs>、うん、あの急に来んねんん,なんかそんなことも忘れてた時に「うん、心配ないさ」ってきて「ああ急に来た」みたいななんでそんなびっくりしなくていいでしょ <laughs> いやちょっと楽しみやんやっぱ「ライオンキング」初めて見るってなってななちょっと待ってもうそんな<え> <laughs> 大西ライオンさんの別にかすりも。 頭に浮かびもしなかった。でもなんかライオンキングってさ、心配ないさじゃない。いやでも、あの見に行く前に、い、いくら一応見てあげてたら。そう、<ー>心配ないさが、あの思っても見ないタイミングで急に来るから、注意中傷っていう。あせっかくの感動の感じが台無しになったな。<laughs> 舞台はそれ一番感動したかななあの普通に「あいだ」とかも面白かったしあのあれも見にかなあの駅とかも見に行きたいねんけどなまだ行けてないあそうなんややっぱすごいよなあの何日本でも一番って言われるような劇団の人たちのは感動するそうそうやっぱり生もの生ものって言い方あれやけどさ生みやんあの波動が波動がくるからね

えっと反射事務所に家宅捜索に行く動画って書いてある。ねえそれ。<laughs> <laughs> YouTube なんかそれ。あのああ YouTube で見てんけど、あの大阪府警があ,あ,あのその組事務所に、うん、家宅捜索に行くねんけど、ね、うん、その時にあの笑わ,わらわらってヤクザみたいなた。うん。家庭ってるってわけじゃないでしょ。それ。うん。あの何？テレビ。多分関西のローカルのニュース。うん、うんうんうん を切り取った違法動画やんだけど。テレビ、じゃ、あそれはもうテレビ。うん。それはユーチューブじゃない。ジャンルテレビ。テレビや。そのジャンルはテレビやニュースやな。で、それで、あの、組事務所のところ行って、あの屈強な男が。バーンって、ドア叩きながら、大阪や。バーンって。はよ、喧嘩くれ。大阪って。うん、大阪やってしか見え。ないつはなんなの?。警察。うん、警察。警察って。大阪。ってう一任賞大阪。まず、そこで面白いやん。 大大阪阪府警の人っって、一年やたそこで面白いね。で「あやけんかくれ!」っていうんて言ったらいいかな反射以上の反射の感じ。あやけんかくれって渡り合わなあかんからね。そうそうそうんか圧倒されんねんや。ほんでドア開けんねんや。向こうが開けんね弱々しい声を出しながら開けんねん。で開いたら入っていくねんけど屈強なその。 捜査員たちが、入っていきながらはやけんか来るわっつって入ってくるやっぱり開いてる開いてるけどはやけんか来るわって過去のことをまだ言ってんのよちょっとなんかたまに見たくなんだよそれで元気もらう元気もらうしなんか安心するあこんな人たちが守ってくれてるんだ大阪の治安をみたいな安心するなるほどねうん。 <laughs> っていうか <laughs> 安心してんねん <laughs> どこで影響を受けてんねんって感じやけど <laughs> <laughs> そんなつもりで <laughs> 放送してないのテレビもそうそうそう、うん、そうやね,そ,うやねその臨場感を出したかったんやろうけどうなるほどねまあでもちょっとかかったんかな、うん、テレビの撮影も来てるっていうのはそうかもしれへん捜査員の方もねでもかかってあれっていうことは、うん かかって抑えめでいってるってあれなのかいやーまあほどほどにしとけようなんか <laughs> 上品にいこうぜっていうのはあるかもしれないほどほどであれマジでやばいねはいじゃあ元気くれーバーンってわ <laughs> かんないけどね、うんうん、まあでもな生じゃないでしょううんうん、うん、だからまあ、うん 後でっていうことを考えると普段通りやってるのかもしれない。うんうん、あそうね、そうね。だからそれがなんかあの何疲れたときにちょっと見たくなる。あ刺激になる。うん、<laughs> 刺激になる。あ, <laughs> あそう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 かもしれない。<laughs> ちょっと刺激強いけど、そう強いね確かに。強いけど、びっくりしちゃいそう。な、てかメモでこれ書くってどういうことって感じだし。影響与えた作品やいってな。やな。小っちゃい時のやつとか出てくるんかと思ったら、なやそれ。ちっちゃい頃何見てたかな。トムとジェリーとか好きやったけどな。もういいわそれは。多分ないやろ何の感想も。トムとジェリー。ない幼少期幼少期は記憶ないね。ないんか。そうだからあの何。 学生の時とかもあんまりそういうの触れてこなかったから、うん、社会人になってから、こうエンタメに結構飲めるよ感じ。そう、そんな感じな。遅咲きやねん。あ、めっちゃ遅咲きやと思う。うかか遅、うん、遅咲きのドハマりやな。<笑><笑>なるほどね。<laughs> うん、そう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 、せやな。あとせやな、テレビで言ったらさ、うん、あの水曜日のダウンタウン。うん。あるやん、あれのさ、先生のモノマネ プロがやったら死ぬほど子供に受ける説。あ、その、その回のことを受ける。<laughs> うん、あ、はいはい,いやみ、あ、でもそれ見ました見た。うん、あれ、す、すっごい感動した。感動した。いや、なんか。どうしたかな。うん、あれもなんか、その言語化できないねんけど、うん、なんか泣きそうになった。うん。うん んかあの先生のものまねしてるのを見て泣いてる子みたい泣きながら笑ってたよななんかすごい感動しためっちゃ面白いんやろなって感動したな感動しただってものまねって似てるか似てないかであんま笑ってないもんね失礼っていうのでちょっと笑ったりしてる気がするけどでも確かにものまねめちゃめちゃ面白いよねねあのものまねシリーズ基本的に面白いよなあシリーズがあるね

安田大サーバスのが主人公でなんか埋められてて首しか出てなくてそっからどうやったら出れるかみたいな。というのでうんうん、うん。んん頑張ってねなすごいな <laughs> それこそま佐久間さんじゃないけどその藤井さんっていう方藤井健太さんあの水曜日の団体やってるでしょ。でその藤井さんがあの作った番組という配信用の。だからめっちゃ面白かったですよ。 へあ、それ見ようぜぜひぜひおすすめ、ねうん、へーあ、そうなそれでは佐久間さんのラジオに藤井さんゲストで来てた、うん、なんかあった気がするよね、うん、なんか昔見たこと聞いたことある気がする <laughs> そうそうそう今のでこの佐久間さんってちゃんとさん付けしてるっていうのをあにアピールしてんけどいや別にったかっ別にそこ疑ってないってあん時はだからタイトルを言った、ねうんだけ <laughs> <laughs> 別にしかも別にいいし呼び捨て,ても、うん、まあも、ま、<laughs> 知り合いじゃないしそうやな、うん、そうやわ、うん あと,何かなあと漫画漫画はさでもな、うん、漫画は多すぎてあげられ漫画好きやもんなうん。漫画<ー>ずっと読んでるずっと読んでるほんまでも時間解けるなと思いながら読んでる そうだよね。とんでもない数やもんな。そう最近しかもさもう最近もういろんなあるやん。あのなに、あのバイもね。うんそうジャンププラスガンガンオンラインとかなんかいっぱいあるやん。そうピッコマプッコマペッコマがどれかあるやろ。ピッコマピッコマか。なんかもうほんまにあのついておいっぱいあってもう飽和状態。飽和状態。うん。どこがやねん。向こうが若いな。飽和状態何よ。 その業界が、何を言ってんの?。<laughs> 読む側が。側なんで、飽和状態がね、多すぎて。<laughs> 多すぎて、多すぎて、いや、そんなことないな、飽和状態ではないわ。でも、まあ、別に、<laughs> ね、その、そ、そこでの配信のところ、うん、オリジナルのやつもあるやろうけど。うんうん、まあ、普通に、その全部に、ね、流通してるやつもあるじゃないですか?。うん、うん、うん、うん。あ、そうよね。ね、あるよね。うん、ある<ら>。結構、王道。 だって「ジャンプマガジンサンデー」で育ってるから育ったのはまあ俺も育ったけど <laughs>、うん、育ち育ちは終えたけどね二十 <laughs> 歳ぐらいで <laughs> まだ呼んでるよ呼んでる呼んでる「昼赤終わったってやばい」って、うんうんうん、読んでないでスタートから読んでないや <laughs> それ話合う同世代の人 青は数少ない友達でこの間さ一緒にご飯食べに行ってやんで私いっぱいご飯食べるからちょっと頼みすぎたなっていう感じだって、の3人ぐらいでご飯食べてあ、頼みすぎたなって言ってでいっぱい食べるからな私「大丈夫これぐらい私に任せて」みたいなこと言ってやほんなら。 その子から帰ってきたのが「日々のカフカ?」って言われて「分かる分かるだから伝わるかなこの感じ伝わらない日々のカフカは分かるけど日々のカフカに見えたで今」みたいな「えみたいなわわけけしねだから知ってる人は知ってる知らないよ 知らないけど、その作品は知ってるけどそんなんあったっけそんなやないねんけどそれに任せろみたいな任せろって言ってるのに足りにあんなに見えたってことねあそういうことねじゃもうえってこんなしょうもない身内の雑談えって誰も聞気汚いわ友達とのひとときそうそうそう最新はあれみたいだかなるほどねじゃあ漫画おすすめはないとありすぎて。 そうやな、ありすぎるすぎる、マジで。でもあのあれ、こないさ、あの長い休み取れたから、あの何、ヨーロッパ行ってきてんや、何か国かな。あのね本屋行ったら、漫画っていうコーナーがあってさ、あの M G A から、そうありがとう。漫画っていうコーナーがあって、で置いてる本がさ、もう日本のラインナップと一緒。感動したすごい。でももう 字字だだけけ変わってるちょっとペラちょって見たらなんか読まれへん英語っぽいけど違うみたいなフランス語とかになってるってことねその国のねまあでもそんだけ人気やしそうそうそうだってフランス行った時もさなんか服屋さんでさドラゴンボール一番ドア開けてシャンゼリゼ通りの一番目立つ場所の服屋さんでドア開けたらドラゴンボールの極豪みたいなへか。 思っててる以上に浸透しなんかかニュースとでなんんかもなんかこう韓国とかだとさ国がさバックアップしてさ例えば k p o p とか映画とかを結構外貨稼ぐというか押し出すじゃないですか世界中で。で人気になってるけどさ日本の漫画ってさそれ以上下手したらさ人気あるのにさもっとなんで日本国内でちょっと人気ないというか上の世代の人たちはさなんかちょっと。 文文化化としてはチャラいみたなもう本当に本当に本当に市民権今でこそ市民権得てるけどさちょっと漫画界みたいないやほんまに漫画は世界に誇るべきやこれだってもう世界一でしょ漫画はもっともっと漫画家をねそう漫画アニメ金出せって思うよねいやほんまにそう流れていくでうだよに海外に言うな海外の人たちがほんまやねまた。 ガーファとか。出た。またアメリカの。アメリカの。出版社作って。日本のな。そやな、あいつら容赦ないもん。な、日本のクリエイターをどんどん。ひ抜いて。や、ほんまやわ。したら、全部また。あっちに取られるやん。うん、ほんまは。うん。一緒のことになるやん、アイフォンと。な。ほんまに、そう。だ、かといって、私たちにできることは何か。わか何もない。 買うだけ, <laughs> 買,うだけ買って応援するだけ買ってる王ではあると思うんでね。にさんはねそそそそう、ね、うん、そう、ね、う A は、A よそれはまあまあじゃぐらいですか？うん、そうかな。パッと思いつくそれぐらい。携帯伏せてるもん。そうやね。さっきさっきさメモメモさっきパーって取ってんけどさ。携帯伏せてティッシュしか持っていない。暑いね。タオルはタオルあの隣の部屋に忘れてきてた。ちょいちょいここにティッシュピック取って。顔拭いて。顔拭いてね。暑いねマジで。いやいや。やばい最近暑い。私暑がりやから。 ねえ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 それはあたし勝手に熱くなってだけだから。そうですね。せやななんかあれやな。ムーさんそのぐらいじゃん。うん。あとなんか小シャンクの空にとか書いてるけど別にみんな知ってるしええやろ。まあ有名作品とか。そう。有名な作品。そうそうそう。だから有名な作品しかあのうん。そうそうそう。基本見てないと。そう見てない。なるまあだから有名なやろうけどな有名作品って。 出ました。うん。そう。そうそう。なんか意外と別にそんな、なんていうの。いっぱい、なんか、あの、マニアックなもの、なんか、あの、思考してるわけじゃない。そうそうそう。スポーツとかは。スポーツ。影響受けてないですか。スポーツは、もう、出しから最近、もう、オリンピックで、寝不足やで、まじで。見てる、見てる。あ、とりあえず、ハンドボールの試合は全部チェックしてる。ハンドボールしてたから。あ、えっと、何ですか。個人。 ハンドボール個人ハンドボールですか <laughs> 個人はいじゃあ七人でやるスポーツやって <laughs> だからあのバスケットも個人戦じゃない <laughs> 個人競技じゃないですかじゃうんそう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 、うん、球技だからあのハンドボールは全だいたい試合チェックしてるし、うん、であとはあのティーバーでさ今配信してくれてるやん、うんうん、あのテレビやったらさ限られてるからさ<ー>この間さゴルフ やってたけどさ、なんか民放でも NHK でもゴルフやっててさ、勘弁してくれっていう。そう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 。そうやって他の競技やってみたいな。なんでやね、ん。嫌ない。嫌じゃないけどゴルフ難しい。あんなさあんなさちっちゃいさあの頭の部分でさあの棒の先の頭の部分でさあんなちっちゃい球打つすごいね。ヘッドやから頭打つのが。お前間違ってないや。あれ当てるのすごない すごいんだろうね、うん、やっとこないから。あれすごいわ。本、う、当、んうん、すごい。うんうん、いやだからオリンピックってさ、言うたらさ、うん、あの何。 てか、当てるのがすごくてわーっと湧いてないよ当てた後の話やで大体全部当たったで湧いてないよゴルフっていや分かった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 基本的に出てる人たちって変態やんいい意味でなんかさ私たちがさスポーツをたしなんでる一般人がなんかおふざけで「このプレーやってみようやえい!」とかっておふざけでやって「こんなんできるかい!」みたいなのを当たり前にやってるやんかえぐいやん なんか、うん、だかもう、ま、あの、何、スポーツに関しては、基本的にリスペクトしかないし。そうね。だって、あんだけ、一つのことを集中してできるのは、すごいしさ。うん、やっぱり、そのスポンサーさん、つくつかない問題もあるからさ。やっぱ、長く、こう、何、続けていくのも、大変な競技もあるやろうしさ。いや、もう、なんで、結果出すやん、みんな。あ、ほんま、尊敬しかない。みんな、というか、まあ。プロの人たちも多いし。プロじゃない人もね、もちろん、五輪もいるですけど、いますけどね。うん。 確かにね。そう、だから最近は寝不足、だかスポーツは見る、だかテニスの四大大会とかは、あの、元気やったら見る。大体やっての夜中だからさ。野球とか見ない。の野球は、野球な、見るけど。今甲子園やってるじゃないですか。うん、甲子あ高校野球は見るな、確かに。高校野球は見るけど。小池栄子の始球式は。見てないね、なんかかわいそうなことなりあってんな、やっぱ。無理したあかんよな、だって年取ったらさ。その自分が思ってるイメージ通り、体がまず動かないや。ん。

そう、やってたね。あとは遊びでバドミントン小学校6年間遊んだね6年間そうなんか放課後夜7時ぐらいから9時ぐらいまでバドミントンやっててさそれに遊びに行ってる大人たちがさあ混じってうん。そうそうそうそれでやってたなじゃあ結構スポーツ好きなんあ好き好きめっちゃ好きうんちょっとじゃあ今度あ そもそもさてかさ誰って感じや急に出てきてさ出てきてというかまあ好き勝手しゃべってさマジで別に俺も誰って感じそっか誰でもないやマンボやなマンボウとインコやったマンボウマンボウンコとやと確かにマンボウィンタとあオータムウィンターウィンターウータムかどっちでもいいけど確かに。 じゃあまあそんなこともまた聞いていけたらと思いますので、皆さんのっとあの人生において影響を受けた作品につい教えてほしい。もう私うわうわべの薄いとこしか知らんからさ。まあそれをねあの面白いと思えばやっぱ見たいですもんね。ということで豊かになるから暮らしが。時間は溶かすけどね。ほんま時間溶ける。マジ溶ける。教えてくださいお願いします。ということです。さんありがとうございました。ありがとうございました。はいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。